はい、魚屋3代目です。今日は鶏軟骨の唐揚げをね作りたいと思います。でまずは鶏軟骨、こちらですね。でこちらを今下味をつけていきます。軟骨これ大体 200g から 250g ぐらいで、こちらにこのガーリックパウダーですね。ガーリックパウダーを大体小さじ1分の1ぐらい、ニンニクが好きな人は結構多めでも美味しいので、で、胡椒ですね。胡椒も適量で、これも結構多めの方が結構スパイシーで美味しいです。で、あとオレガノ、こちら好みで少々ですね。で、塩ですね。塩も大体小さじ2分の1ぐらいの目安です。レモン汁を大体小さじ1と2半分ぐらい、ガーリックレモン風味なので。そしてパセリのみじん切りは少々、仕上げにも入れますけどちょっと入れておいた香りが出てきます。で、これをちょっと揉み込んでいきますね。で、これで下味は終了で、はい、これは鶏軟骨ですね。下味をつけてあります。で、こちらを片栗粉を振って揚げていきたいと思います。今日はビニール袋で、こちらも移して、で、胡椒を振って衣をつけますね。ちょっと足りないなと思ったらまた足していただければ、これまんべんなくですね。で、こちらはこの揚げ焼きにしていきます。で、中火で、まあ、180度から200度ぐらいを目安に揚げていく。で、こちらも斜めにしてあげると、で、周りがカリッと小さな気泡が出てきたら大体上がってますね。上がってますね。で、油を切りますね。今揚げ焼きにした、鶏の軟骨ですね。こちらを一回油を切って、ボールみたいなちょっと大きめのボールに移します。で、最後にパセリを散らしますね。これ結構たっぷりめが美味しいです。このままガッサガッサ、で、パセリ散らして出来上がりです。完成です。